日本人の中に日本の大和の時代からもっともっと以前から日本人という魂の世界を持っているわけです。そして魂、例えば侍魂とかありますよね。もっともっとたどっていくとそういう日本人は他の国の人種にない魂を持っている。それを一つの表現、相撲道として国技として日本の中にそういう普通のスポーツではないということです、があるわけです。そのことによって本能的にみんな思っているわけですから、他のプロレスだけ、プロレスだったらあんな大騒ぎしないでしょう。ボクシングだったらあんな大騒ぎしないでしょう。日本の国技である相撲というその相撲魂みたいなのがあるから何か違うなとか、例えば外国の人がやると、まあ外国人が悪いとかいいではなくて、やはり日本人の何かと違和感を感じたり共感共鳴したり、そういうものが、いろんな日本人でもいろんな人がいますから、だからそういう会話をしているんですよということです。